これ多分めっちゃ使いやすいだろうね。使いやすいやな、うん、これを見てどこで作っとるか分かる人になりつつあるね。こうなってきたらもうなんかいろんなこと知りすぎたの。いらっしゃいませ、川西カバンの川西です。このチャンネルでは長く愛されるものづくりをテーマに日本一を目指す川西カバンがお届けしております。あ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、今回の川西カバンの休日はですね、人気らしい商品がありまして、人気らしい商品、はい、人気かどうかは定かじゃない。いや、人気、人気の、はい、らしい商品がありまして、はい、こちらを社長に検品いただきたいと思いまして、ありがとうございます。お持ちしました。ありがとうございます。その商品は、はい、どこのブランドか、はい、教えませんので、またやな、はい、またな。それがやっぱ面白いので、その感じで今回もいきたいと思います。ではいくぞ、はい、元気を出して。元気や、元気や、今日は元気ですよね。いつもより今日なんか元気な気がする。そうや、うん、機嫌よく前向きに。そう、機嫌よく前向きや。いくぞいくぞ、えいえいおーえいえいおーおー。商品がこんな可愛い商品でございます。多分隠せてるつもりです、僕は。いろいろ大丈夫なはず。行こう。これ綺麗じゃない？こう持っとこうか、うん、色も良くないこれ。いい色やんな、うん、こういう感じ。これはオレンジって言ったらね、オレンジ、ピンクオレンジとかかな。斜めに金具がついてるのこれって。うん、これ斜め対称に結構つける。うーん、持ち手の近くにつけたりする。へえ。真ん中に仕切りのポケットがあって、うん、多分めっちゃ使いやすいだろうね。使いやすいやんな、うん、良さそうやんな、うんうん、こんな感じの。これってシンプルといえばシンプルな。いや、すごくシンプルやけど、作るのは全然シンプルじゃない。あれやな、これを見てどこで作っとるか分かる人になりつつあるね。そうなってきたら、あ、そのメーカーがってこと。メーカーが、そうやな、そこまでいったらすごいな。これは自由です。何で分かるんですか。あ、勘。でも今回自由やな。なんで分かる、なんで分かる。製造が、構成がそうやっぱ綺麗。ユニクロは、ユニクロも綺麗やけど、ユニクロはなんかこんなちょっと挑戦的なやつはせんかなっていう。持ち手とかって、うん、これすごいややこしい縫い方したんやけど、これ中芯があるやろ、うん、芯があって、この芯がここまで来たのよ。なんとこの下のところ、はい、でさらにここまで入ってきとるわ。ここまで丸い芯が入ってきとるんやけど、うんうんうん、これはで、これ裏側にも皮、裏側の皮が表面なんだよ、うんうん、ってことは皮2枚を芯がある状態で貼り合わせて、うん、ボコってなるやん、うん、でそれをまたボコってなってるのを2つに無理やりガシッと折って、うん、できっと、塗っとんよこれ。うーん、でさらにこれ丸手って言うんやけど、うん、多分なんやけど、うん、このステッチをするためにはね、うん、押さえがこっちか中手かんね、うん、こうこのミシンが押さえこっち中手かん、ね、こっち中手いかんねんけど、こっちにあるためにはこの外側ね、うん、外側にあるためにはここにも皮の厚さが中手かん、ね、はあ、ははあ、ほらどうしとるかって言ったら、お先にここを塗ってから切るの、うん、切るの。え、いや、なんでえーってなるとこ、そこそこ、マジですかってなるとこ、ここボコってなったよ、ここ、うん、ボコってなっとるところを、うん、ここ切るんよ。切るな、上下当たらんやんな、当たらんよ、差し当たらん、うん、ってことはフリーハンドで切るんよ、まっすぐ。そうやな、それはすごい。いや、違う違う違うもうなんかいろんなこと知りすぎたの。いや、知りすぎてないよ。素晴らしいメーカーさんが多すぎて、そういうもんかなと思ってしまってる自分がおる。しっかりなんか塗料を入れとるよね。塗料をしっかり厚塗りして、はいはいはい、まあ、綺麗に見えるようにはしとんかなって感じ。けど縫製綺麗やな、糸切りもそこそこしっかりできとる。え、さっきそのなんかフリーハンドで切らない感じだけど、うんうん、普通にあの切ったやつをこうなんかやっとんじゃない、パーツとして先に切った状態のものを縫うっていうこと、うん、切った状態のものを塗った方がやりやすいんやけど、だって押さえの関係で送らんのよ。押さえの関係で送らんって意味わからんミシンって前に進んでいくやんか、はいはいはい、ミシンって僕ら使ってるミシンってこう、交互に足が動いていくミシンなんですよ、うんうん、で、よく服とか作る時のミシンは、うん、こういう風にミシンが、はい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 、
それに対して僕らが作っとる使っとるミシンっていうのはカバンとか使う作るやつは交互に右と左右と左って交互で作っていくが主流だったりするんですよね、うん、で交互で進んでいくってことは、うん、内側と外側がある、はあ、で、はいはいはい、内側の方に針が刺さる感じ、うん、で内側はこっちに来たら、うん、こっちに来たらね、うん、外側はこっちかこっちに行かないか、はいはいはい、で外側のこっちに来たら、うん、これがもうボコってなりすぎて、うん、もうミシンがこう逃げまくるんで、はい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 、でそれに対してじゃあこっち側に押さえこないかんよねってなる、うんうんうん、でこっち側に押さえ来たら何もないやんか、うん、でこれはまた逆にこう前に進んでいかんの段差が高さが違うけど、うん、だけこういう風になってしまう感じ、うんうん、なんか空振りみたいな、そう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 、でそれを防ぐためにここの皮をそもそも長く裁断しておくよ、はいはいはい、それではい、イメージきたよ、できたできた、イマジネーション、イマジネーションきた、はい、きた、そうでそれを後から切るから大変やって、なるほどな、そうそろそろ社長にお値段の方予想してもらいましょうか、これは分からんけどな、自由じゃなかったけど自由っぽいけどな、うん、これ合皮だね、さあ社長が見る目がどこまで養われているのか、2024年はそこがやっぱあれやな、楽しみやな、4,990円、ほう、うん、4,990円、うん、結構あれやな、中途半端な選択をしたな、上と下とイメージした上で間を取ったって感じやな、うん、そうや、そんな中途半端な決断では身を結ばんぞいや、4,000、じゃあ5,990円どういうじゃあな、5,990円、どういう意味のじゃあ、身を結ばんって言われたけど、身を結べようと思って、結べよう、結べようと思って、結べよう、でも5,990円ってことは自由じゃないってこと、自由ってこと、自由で5,990円はなかなかないよ、このバッグで、だって多分買う人おらへん、自由で、自由やと3,990円ぐらいやろ、3,990円とか2,990円とか、合皮やった時点ですごく安くなったりする、うん、けど自由じゃないほうとしよう、なぜその心は、自由じゃないこれがあったらおもろいなと思って、なんでどういう意味で、いやこのクオリティで自由でもないっていうんで作っとんやったら、うん、こんな見つけてきたミキさんやっぱすごいなと思って、やっぱりそう、自由じゃなかったとしたら7900円やわ、そんなにいくん、そんなにいく、でも自由ってそういう風に言われたらやっぱすごいよな、すごい、今回じゃあこちらの商品の予想の方はどうするんですか、結局じゃあ中途半端に6900円で、でも中途半端にしたら高めじゃない、じゃあ5900円ですよ、あ、そう、うん、コロコロか今回の商品、ここまで煽っとって自由っていうことはないわ、この商品ボストンスクエアショルダーバッグプラス E、 自由や俺らのはこちらです、2,990円だろ、3,990円だ、ほい、2,990円や、ほらすごいな、やっぱ自由すごいな、すごい、大好評の質問コーナーを行きたいと思います、はい、質問者、これはもう名前言っていいやろ、コージアンありがとうございます、革西カバンで使われている糸、糸、糸か、はい、糸についてこだわりなどは何かあったりしますかとのことです、ね、ポリエステルの糸を使ったんですよ、ほうほうほう、クイーンポリっていう、はい、で革に結構合いやすい生地でじゃなくて、糸、革とかナイロンとかには合いやすい、ではい、基本的に20番っていう太さの糸を使ってます、うーん、でもこの糸がまあ昔からずっと使ってるっていうのもあるんですけど、うん、ミシンの調子も崩さんし、うん、その、切れることもないし、うん、安心安全みたいなところでその糸を使ってます、へー、もう長年使ってる、長年使ってる、もう僕がやり始めた頃からずっと使ってるんで、だいぶ長いんですけど、スイートとかあるんですよ、うん、あれはもうねプツ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 切れることがあるんですよ、へー、だからその切れない糸をちゃんと選んで使うっていうのはすごい大事かな、メーカーとして、メーカーとしては、うーん、だから一回糸変えてこれ切れるやんみたいなこととかもあったんで、うん、中国とか行った時に買ってきた糸を
かとかあるんですよ、うん、これとか使えるんちゃう、試しに使ってみようとか使ったらもう切れてたんで、切れない糸っていうのはもちろん、はい、でやってます。えちなみに糸も値段ピン切りなんやっぱり、うん、値段も安いやつはめっちゃ安いとか。へえ。というわけで、かわいのしがわんの休日では楽しくわざと動画投稿しております、はい、皆さん、チャンネル登録、高評価、はい、コメント、コメントは今回の場合は皆さんが気になっているもしメーカーさんとかブランドがあればぜひ教えてください、はい、あとね、LINE 公式アカウント最近力入れてるんですよ。前から入れてるんちゃん。前から入れてるけど、もうそれちゃんと言おうと思って、より力入れましたので。そう、もう川西カバンの情報は LINE 公式アカウントから出していきますので、ぜひ登録してください。 LINE をぜひお友達になってください。では締めよう。それでは本日もご来店ありがとうございました。またのご視聴お待ちしております。バイバイ。